赤ちゃんはどうやって生まれるのかワンワンはセックス。ウータンはコウノトリが運んでくるの立場で、おちんぽディベート対決スタート赤ちゃんはコウノトリさんが運んでくると思う。だってお母さんがそう言ってたし。アホかお前。それやったらお前、コウノトリと不倫してることなんぞ。拓乱してることなんぞ。頭ぐるぐるどっかしとんのか。そんなわけないやろ。それが事実やったらお前、ウータンの母、コウノトリと不倫するってお前、文春に記事でんぞ。大丈夫けえ でも、そんな、えじゃそれやったら、どうやって僕って生まれてきたセックスに決まっとるやろは父さんと母さんがセックスしたって音したけど、お前マラカスやから、お前の場合違うかえっ、ー、と、お前の場合は普通になんか、プラスチックとかいろんなもんで作られたんかあー違うわ。えっ、ー、と、まあ、人間はセックスで生まれてきた。お前はわからん。うん。お前はどうやって製造されたかわからん。でもなんか、右と左に聞いたみたいなやついてるから、多分セックスやろ。わからんけど。うん。とりあえず、人間はセックスで生まれてきた。わかったええ、でもっとだって。 ほら、赤ちゃんは人間やからな。お前は赤ちゃんちゃうけど、赤ちゃんは人間やから、赤ちゃんはセックス生まれる。わかりましたかえー、でも、この鳥が運んできたってお母さん言ってたけど、うー、グーパンーーはい、そこまでお時間です。今のディベート対決、どちらが制していたのか、同定員の皆さん、判定をお願いします。ワンワン、ワンワン、ワンワン、勝者、ワンワンでーす。 どっちにしようかずっと悩んでたんですけど、最後ワンワンがラチの開かないウータンに対して殴って暴力で解決したので、やっぱり暴力は最高やなと思ってワンワンにしました。うん、やっぱ結局口で分からんやつはもうどっついた方が早いんで。